平原幸太は、競輪選手。14歳までは、ヤヒコ競輪場のある、ヤヒコ村の隣岩室村で育った。日本競輪学校第87期卒業。日本競輪選手会埼玉支部所属。師匠は、大田康二。ホームバンクは、西部園競輪場。平原慶太は弟。埼玉県狭山市移住後、当時競輪選手だった父。 平原康弘の影響から埼玉県立川越工業高等学校在学中より自転車競技を行いジュニア世界自転車競技大会等国際大会の出場経験を持つやがて第87期生として入学した日本競輪学校では全生徒中最終バック戦闘回数が最も多かったことから恵まれた体格も相まって 同期の中で最も将来性がある生徒と目す、関係者が少なくなかった。デビュー戦は2002年8月5日の西部園、競輪場で迎え、初勝利も同日。2年後の2004年1月より、S 級へ昇進し、同年のヤンググランプリにも出場。翌2005年のヤンググランプリでは、2センターからまくり、追い込みをかけ、優勝した。 山崎義人を鋭く追い詰め2着。そして翌2006年あたりから GI、GII の常連選手となっていく。2006年8月に開催されたふるさとダービーでは、本命を背負った武田豊樹を尻目に、ホームから果敢に先行し、さらに武田をまくり、不発に追い込んで堂々逃げ切り優勝。また同年の全日本選抜競輪決勝では三着に入り、 初の GI 表彰台を経験した。2007年は日本選手権競輪で決勝進出を果たしたが主導権争いを演じていた村上義弘を最終ホーム通過付近で押し上げたことが原因で村上らを落ち者させたとして失格を取られる。その影響があってかその後の競争では制裁を欠く場面も見られたが 同年の全日本選抜競輪決勝では、直戦に入って、優勝の山崎義人に対して4分の3技まで、迫り2着に入った。競輪グランプリ07への出場は逃したが、翌2008年に創設された、SQS 班の初代18名に選出された。同年は、安定した成績を上げ、獲得賞金により、競輪グランプリ08で、 ケイリングランプリ初出場を果たし、井上正美の2着に入賞する。2009年は6月の高松の宮記念杯決勝で、武田豊樹の番手を回ることになり、武田の後ろから最終2センターより自ら先頭に、出て、山崎義人の猛追を振り切り GI 初優勝を、飾る。その後7月の友人新能杯決勝と9月のオールスター決勝では、共に、 平原武田、神山祐一郎の並びで挑み、神山の連続2着と武田のオールスター優勝に貢献している。そして11月の競輪再決勝では3番手の位置を確保した後に差し切って、勝ち自力で GI2 勝目をダッシュした。2年連続出場となった、競輪グランプリ0級では9着に終わる。2010年の高松の宮記念杯も決勝で、 武田豊樹の番手を回ったが、この時は武田との連携から最終バックの自力まくりに戦術を切り替え連覇を達成した。ケーリングランプリ2010では前年と同じく9着に終わる。2011年、2012年は目立った活躍ができず、当年のケーリングランプリの出場を逃がすも、2013年の全日本選抜ケ輪リン決勝では再び、 武田豊樹の番手を選択し、最終バックで武田を先行選手の後くらいに導いた後最終四角でインを突き、武田を引いてから直線一気に伸びて3年ぶりの GI 優勝を果たす。同年のケーリングランプリ2013では4着となる。2014年は前年12月に起こった SS11 の遺跡騒動に加担したとして、日本競輪選手会より、 同年5月1日より8ヶ月間の競争出場自粛を言い渡されたが、後に自粛期間が3ヶ月に短縮され、8月より競争に復帰した。その後11月の競輪再決勝では、逃げる武田豊樹の番手より最終4角から追い込んで優勝し、競輪グランプリ2014の出場権を獲得し7着となる。2015年は、 GI タイトルの獲得はならなかったが、日本選手権競輪と競輪祭の決勝で二着に入るなど、GI 決勝進出を4回果たして、年間獲得賞金上位となり、競輪グランプリ2015の出場権を獲得し三着となる。2016年は肝心新脳敗決勝の二着により、年間獲得賞金争いで有利となっていたが、競輪祭の決勝において、 最終バック4番手の位置より前にいた稲垣博之のめくりに追走する形から自力でまくり切って優勝したことにより、ケーリングランプリ2016の出場権を獲得したが6着となる。2017年は全日本選抜ケーリングの決勝において、インネバリから番手を確保した直後に短期でめくってきた日田雄大の番手に入り込み、そのまま追走し、 自身の番手にいた地元の武田豊樹を振り切る形で直線抜け出し優勝したことにより、ケーリングランプリ2017の出場権を獲得したが、前年と同じく6着となる。2018年は第34回共同通信社杯ケーリングで優勝した。すでに賞金3位でケーリングランプリ2018出場を確実としていた中で望んだ11月の 第60回朝日新聞社会経臨祭では6年連続となる決勝進出も果たした。経ングランプリ2019は3着。経ングランプリ2020は5着。2021年は友人新能パイを初優勝。GI 優勝は2017年以来で4つ目のタイトルとなった。9年連続 SQS 班を確定。平は グランドスラムに2番目に近く、残るタイトルは、日本選手権競輪、オールスター競輪のみである。先行主体の自力選手として活躍しており、トップスピードに達してからの持久力には、評価が高く、他の選手を、自ら横の動きで裁くことも多い。タイトルホルダーとなる前は失格などが原因で少々、不審にあえぐ時期もあり、 少しのことで成績に左右されやすい側面も見受けられたが、精神面や模索していたギアの倍数が安定してからは、関東の若手軌動型としての地位を確立させている。ありがとうございます。